ナフタレン、ナフタレン、ナフタリン、ナオットトーリン、ナフタレンは分子式 CH、分子量128.17で2個のベンゼン管が一辺を共有した構造を持つ多感方構造単化水素である。無色で消化性を持つ白色結晶である。アセン類として最も単純な化合物。構造異性体として7イン管と5イン管からなる圧ンがある。 ナフタリンの2008年度日本国内生産量は197,828トン、消費量は114,075トンである。1820年代初頭、コールタールの上流によって得られる、刺激臭のある白色個体について二つの別々の報告がなされた。1821年、ジョン・キッドはこれら二方の発表を引用し、この物質の性質の多くと、 その生産方法について記述した。キッドは、この物質がナフサの一種から得られていたため、ナプテリーンという名称を提案した。ナフタレンの化学式は、マイケル・ファラデーによって1826年に決定された。二つのベンゼン管が縮み管した構造は1866年に、エミール・エルレン・マイアによって提唱され、その三年後に、カール・グレーベによって確認された。 ナフタレン分子は一組のベンゼン環が縮み間したものとして見ることができる。このため、ナフタレンはベンゼノイド多間方向続炭化水素に分類される。ナフタレンには二組の透過な水素原子がある。α は1、4、5 8位であり、β は2、3、6、7位である。ベンゼンとは異なり、ナフタレン中の炭素炭素結合は全て同じ、結合長ではない。 C1C2, C3C4, C5C6, C7C8 件の結合は約 1.36,136PM であるのに対してその他の炭素炭素結合の長さは約1.42である。この際は3つの共鳴構造を含むナフタ連中の結合の原子化結合モデルと一致する。C1C2, C3C4, C5C6, C7C8 件の結合は3つの共鳴構造の、うち2つで二重結合であるが、その他の結合は1つのみで二重結合となる。ベンゼンのように、ナフタレンは、方向属球電子置換反応を受ける。多くの方向属球電子置換反応において、ナフタレンはベンゼンよりも温和な条件で反応する。例えば、ベンゼン及びナフタレンはどちらも塩化鉄あるいは、 塩化アルミニウム触媒の存在下で塩素と反応するが、ナフタレン及び塩素は、触媒がなくとも反応していち、クロロナフタレンを形する。同様に、ベンゼン及びナフタレンは共に、フリーデルクラフツ反応によって、アルキル化されるが、ナフタレンは硫酸あるいはリン酸を触媒とした、アルケンあるいはアルコールとの反応にって、アルキル化することもできる。 ベンゼン上で起こる通常の反応はナフタレンでも起こる。方向族級電子置換反応の位置選択性は反応によって異なるが、α 位の痴漢は速度論的に β 位の置換は熱力学的に有利とされる。ニトロ化など加熱を必要としない球電子反応はもっぱら α 位で起こる。スルホン化など加熱化に起こる可逆的な球電子置換反応については、 ベータ痴漢体を優位に与える場合がある。これは、立体障害の低いベータ痴漢体の方が、熱力学的に安定であることによる。ナフタレンを適切な条件で参加すると、ナフト機能を生成する。水素化により、テトラリンやデカリンを与える。ナフタレンは物置換体が2種類、自痴漢体は10種類あり、そのうち2種、9種については地下に位置を示す。 窃盗時が付けられている。窃盗時はナフタレン、またはそのヘテロチカン複素間化合物で使用されることがあるが、IUPAG 命名法では、窃盗時ではなく、一番号を使う方法が推奨されている。ナフタレンはベンゼンよりも、はるかに、旧電子チカン反応を受けやすく、得られる化合物には、染料の中間体として、重要なものが多い。ナフタレンは、 パラジクロロベンゼンと同様に、防虫剤として利用される。また現像済みの写真フィルムは、化学反応を起こして、退色変色を起こすことがあるので、ナフタレンを成分とする防虫剤から離して保管する、必要がある。殺虫剤として1954年1月25日、危機剤として同年8月2日に、農薬登録を受けたが、 殺虫剤としては1957年1月25日、寄費剤としては1971年11月18日に登録執行した。ナフタレンから水素を一つ取り去った一家の地間器は、ナフチル元と呼ばれる。取り去られた水素の位置により地ナフチル元とに、ナフチル元がある。ナフタレンにさらされると、赤血球が障害を受け破壊される。 赤血球の再生は可能だが、子供が誤ってナフタレンを含んだ防虫剤や防臭剤を口に入れた場合に問題になりやすい。極端な疲労感、食欲不振、不眠、チアノーゼといった症状が現れる。大量のナフタレンに暴露されると、吐き気、嘔吐、下痢、血尿、横断を引き起こす。一万一、誤食があった場合は、病院に行くこと。 よく有毒物質を飲んだ時牛乳を飲ませる応急処置をするが、ナフタレンの場合は牛乳を飲ませてはいけない。ナフタレンは使用性のため体内に吸収されやすくなってしまい、危険である。アメリカ合衆国では国家独性プログラムがラットとマウスを用いたナフタレンの独性試験を実施、1992年と2000年に結果が公表された。試験期間は2年間。 土日を除く日に、ナフタレンの蒸気を、死ゆのラットと、マウスに暴露した、結果、死ゆのラットによって鼻の選手と、神経目細胞種の発生の増加を根拠として、発言性の活動の証拠を示しとした、またメスのマウスによって、肺の肺胞と、細気管種の選手の発生の増加を根拠とし、発言性の活動の証拠をいくらか示したとした。 オスのマウスにおては発言性の活動の証拠は得られなかった。最大濃度 30ppm、純度99%以上のナフタた連蒸期に1週間に5日、1日6時間暴露したところ、オスのマウスに対して午後10時未満では発言性を示す証拠は得られなかった。性別とは無関係に午後10時と 30ppm でマウスに 肺胞選手と気管支選手の増加が見られた。ラットでは、性別とは、無関係に呼吸器の選手と、急神経の上皮性神経名細胞腫の発生率が増加した。いずれのケースにおいても、がんに起因しない、呼吸器の炎症が高頻度かつ高範囲の濃度で見られた。また、アメリカ国立衛生研究所は2005年の11回発がん性、物質報告書からナフタリンを、 人間に対する発がん性物質と正当に予測される物質としてリストしている。日本では厚生労働省が2015年11月より特定科学物質に含めており業務で使用している場合は事業者が定期的に健康診を受けさせる必要がある。国際癌研究機構は2002年にナフタレンを人に対する発がん性の疑いがある物質 グループ2バイトとして位置づけた。同機構ではナフタレンに対する急性暴露は、人、ラット、ウサギ、マウスにおいて、白内障の原因となること、生体以外では、蛍光暴露、吸入暴露、胎児期の関節暴露により、溶血性貧血が起こることを指摘している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。